しいでしょうか。ああ、ミーナか。構わないよ、どうぞ。失礼します。サージェ様、そろそろお夕飯ができますので食堂の方に。あ、アスさん、こんばんは。ええ、お夕飯の片付けまでやらないといけませんから。アスさんもまだお仕事中ですか？そうですか。今日一日お疲れ様でした。私もそんなものですよ。お互い新人同士、気張っていきましょう。それだけが取り柄ですから。いいことだよ。おかげで弊社が明るくなった。本当ですか？ああ、おまけに料理の質まで向上したし。本当に元気そうにしてくれていてよかったね。あの時はあんなに泣いていたから、立ち直ってくれないんじゃないかと正直心配していたんだ。母親を殺されたんだ。いつになっても傷はそのままずっと引きずるよ、多分。家族を殺された方も殺した方も、そのことはずっと引きずるものだよ。忘れたつもりでも、何かをきっかけに悪夢のように思い出すことだってある。でもどこかである程度人の死を割り切っていかないとね、この先戦っていくためにも。さて、早く食堂に行かないと夕飯を食べ損ねそうだ。ああ、そうだ、アス、あともう一つ。近々君の所属部隊が発表されるはずだから、一応それも覚悟はしておいてくれ。ま、発表を楽しみにね。じゃ、僕はこれで。ドゥDoo!
ミルカどうしたんですか？ちょっと元気ないみたい。ルン！そうですか。じゃあ私は急いで夕食の準備をしますね。早く元気になってもらえるように。Thank you.
兄様、ミルカ、お待たせしました。お夕飯の準備が整いましたよ。ル、ルおいしい、ミルカ。ル、よかった、お口に合ったみたいで。でも本当に不思議ですよね、ミルカって。確か私とお兄様以外には見えていないんでしたっけ。で、だったらどうして私たちには見えるんでしょうね。私たちにはそういう血でも入っているんでしょうか。案外本当にそうなのかもしれませんよ。ル、外見だけ見ても変わっていますよね。まるで親族のような翼に魔物のような角。こんな生物がいるだなんて。どう？難しい。ルー、でもミルカが兄様と私にしか見えないっていうのはなんだかちょっとだけ嬉しいですよね。それはほら、独占したような気分になれると言いますか。危ないって何がですか。ル、兄様、うん、兄様、お風呂はどうします。もう入りますか。はい、じゃあお背中をお流ししますね。まだミルカは頭を洗うのに慣れてないみたいですね。そうですね、心配しなくてもきっとすぐに成長しますよね。どうしました。あの人の声がするわ。しかし城下町の襲撃に失敗するとは、向こうも思った以上にやりますね。レイティア様、しかし次の手は何を考えていらっしゃるのでしょう。大事な商談があるから使用人たちと一緒に別棟に行っていろと言われたけれど、話をしているのかしら。ええ、もちろん。さすがはレイティア様、ナキシ団情報部隊長であり、暗殺者として恐れられ、称えられる方であられるだけはあります。
暗殺は本望ではありませんから、私としては不本意の呼び名なのですが。これは失礼いたしました。とんだご無礼を。しかし襲撃に失敗したと聞いたとき、私はひどく青ざめたものですが、レイティア様の余裕ぶりを見るに金に過ぎなかったようですね。しかし楽観はできません。アムルの警戒ぶりはあの日以来非常に厳しいものとなっていますから。あんなもの所詮我々の敵ではありません。それはどうですか。していただけませんか。はあ、了解いたしました。レイティア様、我らに常にボルスタッドの栄光があることを祈りましょう。いつまでもそこに隠れていないで出てきたらどうです。盗み聞きはあまり良い趣味とは言えませんよ。